おはこんばんは、皆さんどうもミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、この時が来てしまったようだ。私ミッキー、このチャンネルを始めて今年で4年目になるんですけども、4年間ずっとメイクしないんですか？メイク動画待ってます。こういうようなね、コメントがずーっと来てました。そのリクエストはやんだことがありませんでした。ということで、この動画で、メイクするんですけども、ミッキー、メイク自体をしないんですよ。これなんでかっていうと、好きじゃない。好き嫌いで分けるというよりも、なんかこう、興味がないって感じかな。どうやってみんなメイクに出会ってるのかがわかんないんだけど、私は出会ってないのよ。なんて言うんだろう。うちのお母さんとかがね、別にメイクしてないわけじゃないんだよ。普通にしてるからさ。ただ、ちっちゃい時は、そのメイクしてるのを見てて、興味深かった。けど、大きくなるにつれて全然興味がなくなってったんだよね。なんか、ある程度ね、何歳ぐらいだろうな、小学生とかになると、お化粧してみたいなみたいになると思うんだけど、真逆に行きまして、何にも、そこの欲がなくてね。だから私YouTube で、こういうキャラでやってるわけじゃなくて、多分みんなが今見てるこの姿が私なので、何も変わらないのよ。だから、裏では実はめちゃめちゃメイクしてますとか、外出るときは必ずメイクしてますっていう感じだったら、多分動画でも全然してるんだけども、日常生活でメイクしない人なんですよね。っていう感じなんですけども、そんな全くメイクに無縁なミッキーがメイクします。で、メイク用品買いに行く動画でですね、その動画を上げた後に、Twitter とか、YouTube のコメント欄とかでも、たくさんのアドバイス、ありがとうございます。あとTwitter ではね、メイクのやり方などを教えてくださった方、本当に心より感謝申し上げます。あと、こういうの売ってるよみたいな画像載っけてくれた方とか、本当にありがとうございます。こんな反響来ると思わなくて。でね、おもちゃでメイクするという釣り動画から来てたんですけど、コメントで、メイクのやり方がわからないって言ってるから、みんな丁寧にこう、教えてくれてるんだけども、今回は全くそれを見ずにやります。なんでかっていうと、やっぱ初めてのことなんで、何も知らないような状態でやりたいんで、せっかくね、書いてくださった方、本当は参考にした方がうまくいくと思うんだけど、今回は全く見ず。ね、それも今なんてさ、YouTube でね、美容系の方見ればもう一発でわかるから、ね、動画だからさ、わかりやすいから、それ見ればいいじゃんって思う方いるかもしれないんですけども、理由はそれと同じ。ちょっと初めてなので、全く知らない状態で、自分なりにやっていこうかなと。思います。はい、じゃじゃーん。はい、このメイク用品買った時の袋に、借りた、こういうのとかね。あと、出た。はいはい、私はね、ちっちゃい時これが怖くて。はい、はい、これとかね。先端恐怖症で、これ先端ではないんだけどさ、怖くないこれ。あとは、なんか、これとか。あとこれとか、これとか。あと、メイク用品買いに行った時の動画で言ったと思うんだけど、視聴者の方からプレゼントでいただいたメイク用品、リップとかがあるって言ったと思うんだけど、で、後探したのよ。そしたらやっぱりちゃんとあって、こちらです。しまってありました、ちゃんと。あとね、これ。はい。チークもあった。なんかリップ&チークってやつですね、これ。で、あとは、こんな感じです。これ借りたやつ。で、実際にこれ私が買ったやつですね。今回これが、ミッキーが使うメイク用品でございます。これがあれば大丈夫ってことだよね。まず一つ目いいですか？何が何だか分かってないんですよ。これが BB クリームとかね、これ買ったから分かるし、これが眉マスカラっていうのもわかるし、眉って言ってんだから眉毛にやるんでしょ？これはわかるじゃん？で、これもコンシーラーでここにシミとかね、ほくろ、ニキビとか書いてるから集中カバーでしょ？要はなんか隠すやつでしょ？これ大体わかるんだけど、これリップとかはわかるけど、チークもほっぺたっていうのはわかるけど、私にとってわからないのって、これなんですよ。ここなんですよ。言ってしまえばここら辺もよくわかってないんですよ。これとかも、このペンタイプのやつとかも。で、あとなんなら、これなんで2つあんのみたいな。何が違うのかが全然わからない。あ、色だ。本当にマジで何を使えばいいのかが分かってないんですよ。でもやっていく。そうそう、もう一個用意したの。昔動画でやったんだけど、覚えてる人いるかな？ウィッグ。これをやって最後終わりにしようかなと思って。こういう派手な色しかなかったんで、ちょっと申し訳ないんですけども。はい、ということでですね。では、早速やっていきましょうか。鏡はちゃんと用意してるスヌーピー。ここでやりますよ。よし、じゃあまずこれ開けよう。多分これからだから。ファンデーションを塗ることぐらいは分かってるんだ。うん、だって髪の毛は？髪の毛ってさ、待って、ちょっと待って、記憶を、うちのお母さんとか、だからメイクしてる人を見たことある、全然。うん。髪の毛どうして、そうだ、今日口の水分量がすごい、降水確率が高い。あれだ、分かった。これだ。そう用意してくれてたんだ、これだ。はい、あ、すごいじゃん。でこうする、こうしようか。やばい、癖でこっちのインカメのね、モニターの方を見ちゃうんだけど、鏡見よって話でね。あ、これでいけばいいんだ。では、いきますよ。これ多分さ、私さ、こうやってやるんじゃね？こうやってここに置いてさ、ちょんちょんってこういうふうにやるでしょ。オッケー、やるわ。うわ、わかんねえ。わかんなすぎて怖い。多分ね、こうなんだよ。え、合ってんのかな？うわ、なんか、合ってるのか間違ってるのかに縛られてる気がする。なるほど、メイクってこういうことを教えてくれるのかな。これでまあ塗るんだろうな、多分な。うん多くない？大丈夫これ？大丈夫これ？え、なんか大丈夫これ？大丈夫？なんかハロウィンの仮装みたいになってない？大丈夫これ？ちょっと待って。え白くない？ちょっと待って。えこれどういうこと？ちょっと待って。なんかちょっと待って。ちょっと待って。お化けじゃん何？なんで私悪いことしたそんなに。え、なんでこんな白くなるの？これが当たり前なの今。まあいいや、もうやってくわ。で、こっからがわかんないんだよね。うわ。1回目は、こう、下の方から上に行く。あ、逆らってる。で、後ろに行く。あ、なるほど、オッケー。行きまーす。うわ、初めてやる。え、ちょっと待って、大丈夫これ。これでいいってことでしょ、でも。これでいいんだよね。よし、やろう。あー、いいんじゃない？来てんじゃない？え、みんなどうやってやってんの？右と左これ分けてんのこれ。あ、なんかついちゃった。取れる。あ、ここら辺取れるじゃん。まあでもこういう感じかな。大丈夫か？まあいいや、じゃあ次。これコンシーラー使う？傷口とかってこと？おー、すげえ。こんな感じ。おー、クレヨンみたい。じゃあ、ここら辺行こうか。おー。なるほど。あ、これ普通に便利じゃね？こうやって手でやんのかな、こうやって。ああ、いい。あ、これいいな。ここら辺とか塗り残しがすごいな。こんだけ塗ってんのにさ。え、なんか、歌舞伎役者みたいになってる。これ何？なんかこのわからない、カラー系がわからない。アイシャドウ。あ、来た、アイシャドウ。はい、買った。アイシャドウですよ。私が今求めていたのはアイシャドウ。おすすめの使い方って書いてある。この14番使ってみよう。この一番太いところにこうやってやると。どうやってやんのこれ。閉じんのかな。あ、こうやってやるやつかな。こうやってやるやつ。あ、来た。これだってんじゃね？あ、来てんじゃねこれ。もっと濃くするか。もうちょいやった方が分かりやすいもんね。あ、でもこれでも十分なのかな。これはすごいわ。これをさ、朝忙しい時にやるんでしょ？無理。あー、すごい。化粧してる感あるわ。で、OK かな？お目 OK じゃない？んで、なんかね、これ知ってんだ。この鼻を高くするみたいな。これ、ここら辺かな。おー！アイシャドウと被ってる気がする。すごいかもしれん。あとはちょっとこうね。で、これがね、気になるの、これ。なんとかシャドウって書いてる。イエーイシャドウ。違うだろうな、絶対ね。待って、アイシャドウって。あ、アイシャドウだ、これが。あ、これもアイシャドウだったんだ。あ、なるほどね。オッケー。あ、で、OK じゃん。あ、もうちょっとじゃね？マスカラあった。おー、来たじゃん。これじゃん。化粧といえばマスカラじゃん。マスカラいくね。どうやってんだ？これでいいのか。これでいいんだな。これでいいんだろ。あげればいいんだろ、とりあえず。オッケー。あ、お、意外といけんじゃね。で、これでさ、要はさ、これさ、この怖いやつをさ、目のね、まぶたを挟みそうで怖いのか、こうやってやんのこれ。あ、いけた。来たんじゃない？おー、上がってる。すごい。分かったの？左が分かんないな。マスカラがついてしまった。まあこれはこれでいいってことで。んで、アイライナー出たー。この謎のやつ出たー。あ、2つともアイライナー出た。出た。え、アイライナーが分からなすぎるんだよね。うわ、出た。あ、でも、あ、待って、分かったわ。待って、分かるんだこれ。意外と分かんない。このなんかこういうところ描くやつだろ？こうなんか、こういうやつでしょ？このさ、え、こっち描けにくくね？こうすんの？無理じゃん、これ。左無理ゲーじゃね？なにどういうことこれでいいのかな。あ、もう来るんじゃない？あとチークとリップすれば終わりだ。もうこういう感じ。おー、ぬるぬるっとしてて、これでチークだからここら辺でしょ？おー、なんかすごいビューティー感で、最後これにしよう。このクレヨンみたいなやつ。うわ、なんか違くない？なんか違くない？今メイクは完成したんですよ。これからではウィッグをつけます。はい、ということでですね、ウィッグかぶれました。それではですね、モザイク外しましょうか。心の準備はいいですか？衝撃がすごいかもしれません。ということで、では、モザイク外しますよ。いきますよ。3、2、1。はい！こんな感じです。顔がでかく見えるの。あれ、メイクってさ、小顔効果あるんじゃなかったっけ？なんかさ、これ違くない？顔。これちょっと待って、これ撮ってみようか。撮ると、今こんな感じなんですけど。でもまあ、すごいね、髪の毛って。こうです。これみんなが求めてたのこれじゃないよね、絶対ね。これです。はい。初めてのミッキーのメイクは、こんな感じです。もうね、目とかね、こことかね、これ、アイライナーっていうの謎すぎる。でもなんかあれなんだね。BB クリームやった時に、顔面白くなりすぎて、これもうやべえなと思って。もう狙ったんじゃないかぐらいの感じだなとか思ってたんだけど、意外とあれなんだね。このチークとか、このアイシャドウも難しすぎてわかんないからね、これ。ちなみにビフォーアフターだけちょっと乗っけとくか。ということで、本日はですね、ミッキー初めてのメイクをしたという動画でございました。ということで、最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、この動画の評価、ミッキーが他に運営しているチャンネルの登録、SNS のフォローなどぜひぜひよろしくお願いします。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。ここなら3割増し。君と終わらない歌を歌おう。